高砂岩、または、グレーワッケは、砂岩の一種である。一般に、硬く、暗色で、分球に乏しい、角張った、石英、長石、小さな岩和が中密しており、石器が粘土採採よりなるものとして定義される。グレーワッケという語は、言語である、ドイツ語のグラワックは、灰色の土質の岩石という意味を表す。高砂岩は組織の未成熟な堆積岩で、 一般的に古生代の地層で発見される。体積比で通常15%以上が砂や粒手ほどの大きさに達する大きめの粒子を原材料とした石器を構成する。かつての一般的な体積の法則からは、交差岩のように、礫、砂、泥が混在している状態は説明がつかなかった。しかし混濁流やタービダイトが知られるようになり、 ようやく交差岩の形成過程が説明できるようになった。現在の地質学者は、海底なだれ、または強い混濁流によって、交差岩ができると考えている。混濁流によって沈殿物が激しく拡拌されると、その拡拌物は、見濁液を作る。これによって、岩石は、様々な堆積状況を示すのである。原因となる混濁流は、大陸方の縁。 海溝の底、山脈形成される場所の山緑部で発生する。交差岩は深海起源の黒色結岩のような岩石とも共存する場合がある。交差岩はほとんどが灰色、茶色、黄色、または黒色のような鈍い色の砂質の岩石で薄いあるいは厚い岩礁中で年板岩や石灰岩に沿って形成することもある。イギリスのウェールズスコットランド南部。 イングランドのコス水地報告立公園、アイルランドのロングフォード3階などが恒例である。また、ニュージーランドでは、サザンアルプス山脈の石猟の主要部分を成しているのがこれである。それらは、非常に多種類の鉱物を含む。主要なものを挙げれば、石英、象徴石、社長石、崩壊石、酸化鉄、石木、炭素を含有する物質があり、より荒いものを考えれば、 形長岩、チャート、粘板岩、変魔岩、結晶変岩類や、石英の断片もある。他に交差岩中に見られる鉱物は、黒雲母、緑泥石、電気石、緑すだれ石、臨海石、ザクロ石、普通核栓石、普通気石、シタン石、高鉄鉱がある。硬化するときの気質は、計算塩質、または粘土質で、稀にカルシウム質のこともある。 交差岩の形成過程は化石化とは異なるが、交差岩と関係する祭流の岩礁では有機体の異物が残るのはよくあることである。それらの構成要素となる微粒子は通常あまり丸くあるいは摩耗しておらず、その岩石は再結晶により随分と固められていることが往々にしてある。例えば侵入型の二酸化系素の挿入がそうである。交差岩の一部分は割れていることがあるが、 年板岩ほどでもない現象である。超石に富む超石質交差岩や微小な岩石片に富む石質交差岩などもある。しかしながら、そのグループは非常に多様であるため、鉱物学的に特徴づけるのは難しく、岩石学上の分類としてよく確立してきた。これらの特有な複合的な砂の体積は、シルルキとカンブリアキの岩石ではごく頻繁に起きており、 中世代や新世代の地層では一般的ではないからである。それらの極めて重要な特徴は、差出であることと複合的な構成である。変成作用の増加により、交差岩は頻繁に雲母質の結晶変岩、塩化物を含む変岩、体積性変魔岩を通過する。ありがとうございます。